どうだ、ライナー性、右中間伸びる、フェンスへ、一塁ランナー二塁から三塁、三塁を、三塁を回った回った、中継からバックホーム、どうだ、クロスプレー、タッチはアウトだ。野球で見てて面白いところありますよね、はい、打ってスラフナット上がった打球、柳田ウォーミングゾーンに追っていってフェンス直撃、ツーベースヒットになりました。ローテーション事情と、はい、ライトへの打球、これはライトバックしてマーティンがフェンス、うん、でセカンド強い送球きますが、タッチがこれがアウトになりました。レーザービーム、マーティンはワンフェイクあって、でその後フェンス直撃の、まあ、クッションボールをすぐさま処理、セカンドダイレクトスローでした。いやね、これはもうレフトへ、いい当たりだ、フェンスダイレクトになった、浅村二塁に向かいます、いい球返ってきてアウトです。ちょっとこれ当たりが良すぎたでしょうか、はい、まあ、この辺りもね、さっき言ったそのクッションが強いんで、外野手もこう勢いつけて取れますよね。はい、そうですね、1回終了が少しね、あのピッチングを重くさせてしまってるかなと思いますね。はい、さあ相手の当たりは長打コースになりそう、クッションボール本当ケースうまいです、2塁はどうだ、これはツーベースだ、ここで持ってきました、レフトへ低い弾道、どうかフェンスダイレクト、ジャンセンは2塁に向かっていきますがストップ、一塁送球、タッチはセーフです。当たりが強すぎました。はい、氷の当たりはレフト伸びて背走、フェンスに直撃しました。さあランナーは三塁を回ってホームに帰って、タッチプレーはどうか、アウト。打球はライトへ、いい当たりだ、フェンスダイレクト、当たりが良すぎました。打った安田は一塁ストップ、シングルヒット、ライトへ鋭い当たり、ライト下がっていく、フェンスダイレクトになって小倉に二塁に向かってタッチはアウトです。あ、いい当たりでライトフェンス直撃、小倉にはセカンドを狙いましたけども、ここはライトからいい送球、セカンドに送られました、はい、素晴らしい送球いきましたね。いや、この、まあ、打たれるのは、ね、しょうがないところはありますけど、この後の守備ですよね。レフトの後方下がっていって頭を越える、今宮は大きく一塁回って止まりました。レフトオーバーのシングルヒット、甘く入りましたね、はい、ただ今この大木のクッションも良かったですね、はい、そうですね、はい、シンボルで抑えましたね、ここは頭で待って、これはレフト線はフェアになりました、一塁ランナー源田は三塁に行く、今日はどうだ、今越された山川、一塁ストップ、一塁ランナー三塁へ、カーブです、しかしそのカーブをバットの先ですが下がりながら、このフェンスの低いヒットになりました、一塁ランナーは三塁へ、このカーブを山川が打っていきました、変えたいところだったライオンですが、ランナーなしで山川右横へ、ライト結構伸びていきます、地上を襲ってフェンスまでそのまま行った、山川シングルヒット、
レフトの強い打球になります。レフトここは今川バックして頭を起こされます。さあ一人帰ってくる、一人だけです。ライナーで取られると思ったんですか。そうです。あとこの今川選手のこのフェイクがね、そのまま引っかかった形なんでしょうね。フェイクが効いたんですか。ここですか。はい。で、セカンドランナーから見たら、はい、今の寺崎選手すっごい詰まったように見えるんですよ。で、今川選手のあのフェイクがありますので、あのもう遥か頭上を越えていった打球ですけども効くんです、ね、そうです。今度はより外に構えましたが、これは引っ張ってライト線どうか、フェンスダイレクトになりました。吉田正尚、これは当たりが良すぎたか。一塁キャンバス蹴ったところでストップです。2球目、打球はライトの頭上、低い弾道を越えていってフェンスに当たる。当たりか、痛烈でシングルヒット。バファローズノーアウト一塁二塁、初球打ち、ライトへの強い打球はフェンス直撃、ランナースタートは切れていませんでしたよ。いや、セカンドランナー、ね、サードストップ、万波がうまかったんだわ今。